安曇野稲敷は、飛鳥時代の豪族。姓は連。以階は、小錦家。安曇野連一族は、渡積の神を始祖としており、発祥の地とされる、筑前国粕屋郡、鹿郷には、底津渡積神、中津渡積神、表津渡積神を祀る志賀会神社が存在する。古事記には、渡積神の子、宇都氏比嘉根拓命の子孫と記載され、新鮮正史録、右京神別、河内国津神別には、安住宿根、安住連は、共に、地義系の渡積面積と豊玉彦神の子、保田神命の子孫と記されている。摂津国西成郡には、安住港の地名もあり、大和政権に服属した段階で、九州の天野町から、摂津国を拠点とする、海人部を統率する、朝宮津子の地位についたものと思われる。日本書紀末期、第28によると、天武天皇元年1月、内正七位、安曇野連稲敷を筑紫に仕えして、天皇の喪を各無双等に告げしむとある。この中の正七位であるが、親前を書き誤ったか、あるいは大法令の際の以下に当てはめたものと考えられる。内は、内くらいで、天智天皇3年の官位26回に内くらい、外くらいの別があったと見るか、天武朝の修正があったものか、定説を見ていない。安曇野稲敷が名族として、政府内で高位の役職にあったことは、疑いのない事実である。この頃の唐、新羅間の関係は悪化しており、各無双ら600人からなる使節は、筑紫殺夜朝ら、白鋤の絵の戦い以来留置していた、倭国軍の捕虜を呼び、百済の難民1400人を倭国に送還しようとしていた。倭国側に朝鮮半島への出兵の準備ができていたら、捕虜を返還し、代わりに倭国軍を乗せ、新羅の背後を突こうとしていたと思われ、あるいは武器や軍事物資を渡して、捕虜を武装させて、同じく新羅攻撃をしようと計画していたのではないか、と、倉本和弘は述べている。このように、安曇野稲敷は、近江朝廷に属していたと見られるが、壬申の乱後も処罰を受けることもなく、初期末期、第29によると、天武天皇10年3月、天皇の命で、定期と条項の所持を記し定める、作業の宣上者となった。この中で、稲敷の名前は、川島巫女、押壁巫女らに次ぐ9番目に記載されており、皇族以外の壬申としては、上付の3000、忌み、ヘコ人に次ぐ3番目にあたる。この時の以階は、小錦下であった。その後、ほどなくして、安曇野連氏は、天武天皇13年の発色の姓の制定により、同年12月に、宿根姓を指定されている。ありがとうございます。